現在松本にある才能教育研究会館には、将来鈴木メソードの指導者になろうとする約40名の研究生たちが学んでいるが、半分近くが海外からの留学生である。海外でいかに新一の評価が高いかを物語っている。3 years ago we came to Japan. My father and I wanted to study violin, and so all of our family came and we sold our house. I come from a family of 10 children, all of whom play in the Suzuki method. My whole family goes to school at home. My whole day was constantly filled with the Suzuki method and any kind of music. So music has been a really integral part of my life. 新一は毎日休むことなく彼らの指導に当たっている。60本は吸うヘビースモーカーだ。あれをさばかしちゃってんの、車中、車の間、そうさばかす、うん、はい、さばかすかって聞いたら違うって言ってた。あんなそばならさばかす。おはようございます。昨日はこれお稽古しました。指のこれ持ってんです、棒ね。運指3年弓8年、鈴木メソードの特色はバイオリンの音色トーナリングにあるとされ、鈴木真一は常に新しい弓の使い方ボーイングを工夫し続けている。打っちゃダメです、パラレール。わざけ1リーパラレール。はい、そうこういう動きね、これ練習していてください。ビブラートっていうのはこれからこちらへ。カザルスやクライスラーに囲まれた部屋で個人レッスンが行われる。これはもう少しこれ下げて、そうで、これでね。新一が教えているのはあくまで音だ。音なくして音楽は成り立たないから。